know those moments when all your worries hit again and eat your time, time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. このお店を選んだ理由を教えてください。美容室だからやっぱり美容師のカリキュラムが組まれてるのは当然なんですけど、ヘアメイクさん用のカリキュラムも別で組まれてるので、そういうサロンって珍しいなと思って、それ聞いてはここかなと思ってここに決めました。どんな風に就職活動されましたか？何件かサロン見学に行かせてもらって、その中の一つだったのかな。ここのお店を見学した時に、あ、もうここにしようと思って、それ以外はもう行かなかったです。美容師免許の国家試験で大変だったことありますか？いや、全部大変だったんですけど、みんなは夏休みの期間にスクーリングに行かなきゃいけなかったから、しかも私が1年生の時日曜日しか休みなくて、お盆休みもなかったんで辛かったですね、毎日あとは国家試験近くなってくるとプレッシャー、そう、練習しなきゃいけない、もう怖いみたいな、どんだけ練習しても自信持てないみたいなのが続いて、そういうメンタル面が大変だったかなと思います。ブレアでの一番の思い出は何ですか？一番ってめちゃくちゃ難しいんですけど、なんか普通に毎日が楽しくて、花の JK って本当にこのことだなって思うぐらい毎日楽しかったんですけど、やっぱギリギリうちらの代はグアムに行けたのでそう、グアム本当に楽しかった。ディズニーも楽しかったし、普通に放課後みんなでカラオケとかも楽しかったですね。これからの目標は何ですか？なるべく早くスタイリストになって時間に余裕を作ることと、あとヘアメイクさんになって自分の好きなことを仕事にすることが目標です、はい、後輩にメッセージをお願いします。美容師免許はめちゃくちゃ大変だけど、ちゃんと練習してたら取れるので、うん、今だけとりあえず頑張ってもらって、たくさん遊びながら頑張ってください。楽しいこともいっぱい待ってます、はい、ありがとうございますありがとうございます。レナさんの美容室での様子を教えてください。レナさんはいつも明るくて、周りの人たちを笑顔にさせてくれるような人ですね。サロンでは結構動いてくれて、周りのことも見てくれて、気が使えるような人に。レナさんも、はい、学生時代について教えてください。リンナはすごく明るいっていうのが特徴的だったんですけれども、やっぱりその中でもムードメーカー的な役割があって、みんなをやっぱり引っ張ってくれる存在でした。あとはやっぱり気遣いというか、周りの子に対する思いやりが強い子だったので、やっぱり美容師免許ってどうしても辛くて大変なことが多い中で、周りを励ましてくれる存在でした。なのでみんなをこう引っ張ってくれている印象です。